はい、千葉県の八千代市より NHK をでっかす、八千代と読みますが、ですね、今平成30年の11月、ごめんなさい、もうね、もとい12月の今日は、3日になりますかね。もうね、この間まで11月だと思ってて、全然月日の経つスピードが3日ですね、3日月曜日です。で、このように12月の16日日曜日が、八千代市長選挙の投票日となります。で、選挙は1週間行われますので、9日がですね、12月次の日曜日9日が、選挙の告示ということで、また、ポスターのボランティア、ポスター貼りのボランティアを募集しております。平成30年12月9日11時になります。お昼前、午前11時に、八千代緑ヶ丘駅前にご就航いただきたいと思います。これ今来ているのは桂台駅という駅なんですが、八千代東洋高速鉄道の八千代緑ヶ丘、この駅ですね。この駅です。この一番下の東洋高速鉄道の八千代緑ヶ丘駅に11時にご集まりいただければと思います。立候補者ね、ここはまあ、これまでの松戸の選挙とか、最近にやると、まあ、あそこと近いかな。もう最近選挙ばかりやってるんですが、10月は兵庫県のあれは川西市、そして11月は、千葉県松戸市、そして12月はこのように千葉県の八千代市、そして同じくですね、12月16日はこれはまた西東京市で、選挙が行われます。もう選挙が目白押しであります。選挙ってもうね、毎週のように行われておりまして、首都圏関西圏の選挙だけでもですね、もう皆さんが想像されている以上に選挙というのはしょっちゅう行われております。で、一番大きな選挙というかね、地方選挙の大きなものが来年4月の統一地方選挙、統一地方選挙から外れている選挙が年がら年中行われているということになります。その後ですね、参議院選挙が3年に一度行われるということで、来年7月になりますが、まあ、その前の前哨戦というかね、今11人の NHK から国民を守る党の現職議員がおります。12番目、12議席目を目指してですね、宮内俊がですね、今そこで駅前で一生懸命ビラ配りをしておりますが、宮内俊が立候補予定でございます。証券会社でずっと働いていてですね、今回この選挙のために仕事を辞めて、立候補するということで、もうね、十分立派なものだと思います。ちょっと僕の支援者が来ているようなんで戻ります。ぜひともボランティアをお集まりください。以上です。 NHK を